エッドロックは2002年のアメリカ合衆国のアクション映画。ウォルター・ヒル脚本、制作、監督、ウェズリー・スナイプス、ビング・グレムス出演。アメリカ劇場公開時にはあまり良い,い成績を記録できなかったが DVD とビデオの売れ行きが良かったため、モンドを除く登場人物が活躍する続編がビデオ映画として制作され2006年に アイスマン役をマイケル・ J ・ホワイトに交代させた、デッドロック2、さらにスコット・アドキンス主演で2010年に、アンディスピューテッド3、リデンプション、2016年に、デッドロック絶対王者、ボイカがそれぞれ発売された。カリフォルニア州、モハーベ砂漠に立つスイートウォーター刑務所。そこでは、多数の凶悪犯罪者が、厳戒態勢の下収容されていた。 囚人たちの唯一の娯楽は刑務所間で行われているボクシングプログラムであり、その67戦無敗のチャンピオンであるモンローは、かつては有望なヘビー級ボクサーであったが、妻の浮気相手を誤って殺害してしまったため、現在は終身刑のみとなっていた。そんなある日、レープ犯として現役のヘビー級チャンピオンだったアイスマンが収容されてくる。彼は、 他の囚人たちに対しても傲慢な態度で接し、いつしか刑務所の中でも幅を利かすようになっていった。そんな二人は当然のように反発し合い、ついにリングの上で決着をつけることになる。ありがとうございます。